激闘を物語る涙だった。今季開幕戦で優勝した女子ゴルフの岩井千里21イコール本題イコールだ。3日に琉球 GC で行われた女子ゴルフ大金王オーキッドレディスの最終日で西郷真央とのマッチレースを制して大会記録を更新する通算18アンダーで優勝。スピーチで言葉を詰まらせ目に涙を浮かべた。 2位の西郷真央に1打差の単独首位でスタートした最終日だったが、4度も追いつかれた。勝負の世界は総じて、追う者よりも追われる者の,の方が苦しい戦いになる。スコアが並んだとき、追いつけばポジティブな思考を抱くが、追いつかれたらプレッシャーや焦りなどのネガティブな感情にとらわれる。14番ホールでバーディーパットを沈め、5度目のリードを奪い、ガッツポーズを決めたが、心に余裕はなかっただろう。 残り4ホールあり、また追いつかれる可能性は十分にある。年上で10月アー6回の優勝経験がある西郷真央だ。少しも気を緩めることはできなかっただろう。15番ホールでボギーを叩いた西郷に対して、攻撃の手を緩めず17番ホールでバーディーを奪い、逃げ切った。悔しそうな表情を見せても、苦しい表情は見せない。 ギャラリーの歓声や声援に笑顔で応える。ファインダー越しに、若干21歳とは思えぬ精神力を感じた。それだけに、優勝スピーチで言葉を詰まらせながら浮かべた涙が、戦いの激しさ、過酷さを物語っていた。容赦が残る少女のような顔で必死に涙をこらえる。私もシャッターを切りながら、熱いものがこみ上げた。開幕戦からドラマチックな国内女子ゴルフだ。 今年もいい戦いが期待できそうだ。最後まで優勝争いを演じ盛り上げた西郷プロにも心からの拍手を送りたい。